ヘレスサーキットで元 GP 第4戦スペイン GP の元2クラス決勝が行われた。優勝したのはベータツールスピードアップのフェルミン・アルデゲルだった。元2クラスの日本人ライダーは今回苦しい状況で、オグラアイ、MT ヘルメット MSI は予選 Q2 に進んだものの、好タイムを出せず17番手に止まった。 また佐々木歩夢、ヤマハ VR46 マスターキャンプチーム、は今回が腕上がりの手術からの復帰戦だったものの、2日目のプラクティスで転倒したことで予選を欠場。怪我はなかったものの決勝レースも欠場することになった。レースはポールシッターのアルデゲルがスタートで接触しそうになり加速が鈍ってしまった。これでマニュエル・ゴンザレス。 フジモーターグレシー基元2がトップに立ち、アルデゲルと戦闘をめぐってのバトルを展開。セルジオ・ガルシア、MT ヘルメット MSI もそこに加わった。そしてガルシアがバトルに加わってアルデゲルとやり合ったため、ゴンザレスが少し集団を抜け出す結果につながった。ただアルデゲルもガルシアをどけた後は、0.4秒ほどの差でゴンザレスを追い、 大きく逃すようなことはなかった。アルデゲルはその後3週ほどかけてゴンザレスに追いつき、再び2人による抜きつ抜かれつのバトルが始まった。そして7週目、ついにアルデゲルがゴンザレスを抜き切ってトップが交代。前が開けたアルデゲルはペースを上げてゴンザレスを引き離しにかかった。アルデゲルは少しずつギャップを広げていき、 終盤に差し掛かった14周目には1秒差をゴンザレスにつけた。その後もアルデゲルは安定したペースで走っていき、ラストラップでは後方に約3秒と大きなリード。そのままアルデゲルは余裕を持ってトップチェッカーを受け、2024年初優勝を母国スペインで果たした。一方でニクライ争いは終盤にかけてバトルに、残り9周でジョーバーツ、 オンリーファンズアメリカンレーシングチームがガルシアを追い抜いて3番手に浮上するとそのままゴンザレスにまで追いついてきたためだ。ペースに優れるロバーツは残り3周でゴンザレスをオーバーテイク。ゴンザレスも離されずにいたが抜き返すことができずロバーツが2位、ゴンザレス3位となった。なおロバーツは2000連続表彰台となりランキングでも首位に浮上した。 小倉愛はレース序盤23番手にまでポジションアップ。その後は少しずつ追い上げていき、最終的に6位でフィニッシュした。